今回の話題はこちら。ほとんどが観光だったことが判明し、パリ視察で炎上して X で追って報告するとしたが、フランスのおしゃれな街並みで簡単な手話を披露しているだけの動画で、さらに炎上している今井絵理子参議院議員について、あなたのやったことははっきり言って税金の横領だよ、今や五公五民と言われているんだよ、一生懸命働いたお金の半分は搾取されてるんだよ、半年分はただ働きってことになるんだよ、これがどんだけ苦しいかあなたにわかるかな、僕は優しいから他もみんなのように政策を考えろとは言わないよ、僕が出してほしいのはただ一つ、明細書。むしろ僕たちが納めた税金が何に使われているのかは知る権利があると思うけど、どうかな。あと X を見ていて思ったんだけど、災害を自分の火消しのために利用するのはやめない、汚れてない作業着を見ても誰も許さないし、むしろ逆効果だよってとこで、ご視聴ありがとうございました。